どうも、お疲れ様です。YouTuber を目指す皆様。あの、今回ね、私ね、ヒカキンさんってご存知でしょう。ヒカキンさんの動画って私一本も見たことないんですけども、この度ね、初めて、そのヒカキンさんの動画を見ることになりました。これね、タイトルに釣られましたよ、完全に。でも、内容もすごく良かった。動画概要欄に、その動画をつけておきますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ご覧いただきたいんですけども、YouTuber 活動していてね、何度も、 へこたれそうになることってあると思うんですよ。そのたんびにこのヒカキンさんの動画を見ていただきたい。あのヒカキンさんですらね、こういう風うに一歩一歩歩みを進めていたんだなっていうことと、あとね、ヒカキンさんがね、最初に再生数1に痛く感動したところがちゃんと証拠として残ってるんですよ。ヒカキンさんもね、有名になってから私たち知ることができたじゃないですか。無名な時に応援してはいなかったと思うんですよ。 それこそ無名な時には消えていく YouTuber さんの中の一人としてしか見られてなかったですし再生数が1ってことは1億人以上がヒカキンさんのことを、ね、無視してたって気づかなかったってことなんですよね、まあ、そういうところから今押しも押されの YouTuber になっていったということでその不動の地位を占めたわけですよでもそんな大物ですらね最初はこうだったんですよ、ね、今チャンネル登録が100人とか200人で悶々としてる方 あなたよりもヒカキンさんはもっともっとやばいところから来てるわけなんですよ。ぜひね、動画概要欄からヒカキンさんのこの動画一本でいいんで見ていただいて力にしていただきたいと思います。それでは。